ミコ両親王は、鎌倉時代後期から、南北朝時代にかけての皇族、家人、上将軍。一品、中塚佐教親王とも呼ばれる。五代五天皇第一王子。母は二条、ため世の娘で二条派を代表する家人の二条ため子。慶市内親王及び聖一体将軍宗長親王の、同母に。家略元年、いとこにあたる皇太子。 国吉親王が救世したため、現任天皇の第一王子として、父御門の推薦によって、次の皇太子候補者に選ばれる。しかし、寿明院塔との清掃に敗北し、次の皇太子になったのは、和人親王だった。その後は、五代後後継者の地位こそ、高貴な聖母を持ち寄り、政治的資質のある伊母帝のセラ親王に移るものの、引き継ぎ。 五醍五朝の有力政治家として信任され、玄徳三年一月には一品親王に除された。現行の乱では、一度鎌倉幕府に捕獲され、土佐国に流罪となるも、同地から脱出し、九州で旗頭となり、鎮税短大を撃滅して、父の幕府打倒に貢献した。さらに、足利高氏との戦い、剣務の乱では、上将軍に抜擢された。 父の降伏後も越前国で高氏との戦いを続けるが、金ヶ崎の戦いでこうしたい、孔子対足利高常に敗北し、新田義明と共に落命。和歌の聖刀御子左家二条派の血を母方に引くだけ、あって、歌に優れ、直線和歌集、俗語周囲和歌集に一種、順直線和歌集、新馬和歌集に四十四種が二種。歌集は、一宮百種。 明治時代、常吉親王と共に、金崎宮の主催神となった。軍記物語、太平記では、妻のおば子とのとの恋愛譚が描かれ、和歌、舞、新曲などの派生作品が作られた。五代醐天皇と二条、ため世の娘二条ためこの間に生まれる。日本史研究者の森茂暁によれば、子とは、父親の意味名である、地か力の変記であろうという。 確実な少年は不明。他の御事との徴用については、太平記、マスカガミでは、御事両親王が一宮とされ、さらに、梅松論も同様である。森は、御事両が一宮であることはまず間違いないのでは、ないか、と主張している。自害自数へ27歳とする説があり、そこから逆算すると、王朝元年生まれとなるが、この説を取ると、 遠京元年生まれの異母兄弟の森吉親王の、ほが、兄となる。しかし、森によれば、数え27歳説は、ケ図ズ産業及び、南朝昭雲六など、近世の資料にしか見られず、信用を受けないという。結局、御コトの少年を示す確実な資料はないものの、日本史研究者の平田俊春は、徳次年間頃ではないか、と大雑把に推測しており、 森も平田説に同意する。御子と両親王が自陣した地とされる、金ヶ崎城跡の御子と両親王両母、御子道夫正治は、五代醐天皇側近、後の三夫佐の一人で学識深い吉田貞夫佐に養育された。火力元年に元服し、中塚左教に任じられ、二品に除された。同年、大覚寺党政着でいとこに当たる皇太子。 国吉親王が急世。現任の天皇の第一王子として、次の皇太子の有力候補と目され、同じ大覚寺党の国正親王、常明親王お及び寿命院党の和人親王と共に選挙戦に出馬した。しかしこの清掃に敗北し、最終的に選ばれたのは和人だった。その後は、より高貴な聖母を持ち、聡明さにおいても勝り、 さらに、常明派からの支援も得た、異母帝のセラ親王の方が、後醍醐の後継者と目されるようになった。とはいえ、これで不死の中が、特に悪くなったわけではなく、引き続き朝廷の有力政治家として活躍した。元徳三年一月には一品に助任された。そのため、一品、中塚佐教親王と称された。現行元年に発生した。 現行の乱では、父と共に、笠木山に赴いたが、道場が落ちる前に、楠木正重まの建築もるしも、赤坂城に移った。しかし、10月3日、幕府軍に捕らえられ、佐々木大部方眼の預かりのみとなった。同月10日に検知を受け、12月27日に、土佐国への流罪の判決が下り、翌年3月8月に、京都を出発して、 土佐に流された。しかし、御事両親ョは、土佐を脱出して、九州に渡り、現行三年、小京二年、江口氏を味方につけて、九州で挙兵した。鎌倉幕府の九州統治機関である、鎮西丹大が滅亡しその長の赤橋秀時が、廃止すると、5月26日、打宰府に入ったと。その後、父の兼務の申請が始まると、 京都に帰還した。県武2年、五代醐天皇が、足利高氏の行動を疑問視して、兵を出し、県武の乱が発生すると、上将軍として、新田吉貞と共に討伐軍を率いたが、敗退した。翌延元,元元年、県武3年、一度は、九州に落ちた高氏が力を盛り返して上落すると、五代五天皇は高氏への降伏を決定する。しかし、 10月9日、吉貞の別動隊が編成されると、伊母帝である皇太子、常吉新王と共に、吉貞に包帯されて、北陸に逃れ、翌日越前国金ヶ崎城に入った。延元2年、兼務5年1月、美琴と両新王が寄った、金ヶ崎城に、したいと足利高常を首相とする足利軍が攻めてくる。美琴と両新王は、 吉定の子、新田義明と共に懸命に防戦したが、敵軍の兵糧攻めにあってついに力尽き、三月六日に、自害、義明や、他の将兵百余人もまた戦死した。常吉親王は捕らえられて足利方に抗菌されたが、翌年に休死した。御事良親王と、常吉親王を主催神とする、金崎宮、明治時代には、金崎宮が創建され、 同時期に死亡した、異母帝である皇太子、常吉親王と共にその主催神となった。火星、藤原定家の子孫御子左家二上派の血を母方で、引く、御子と両親王は、和歌を愛好し、俗語周囲和歌集に一種新馬和歌集に四十四首が入選している。また、御子と教覚文庫に、一宮百種という歌集があり、同一英歌が、 新馬バワにあることから、この歌集が、御コ両親王のものであることが確認できる。一宮百種は、第にもかかわらず九十六種しか現存しないが、これは、春から一種冬から三種が散逸したものと考えられる。また、道母帝の胸長親王は後に、南朝最大の歌人となり、新馬バワの先者となっている。増ス作者の貴族の証言によれば、 ミコトリオ神は美男子であったという。ミコトリが父の五代子やイボテの世良親王親族の常ネ親王と共に歩く姿に、宮中の若い女官たちは色めきだったであろうとしている。また、土佐国入る中のミコトリについても、振りがたく、生めかしと、流浪の身にあっても容姿に、衰えのないほどの美しさとして描いている。 異母帝のセラおよび、親族の爪焼きとは、仲が良く、一緒にいることが多かった。また、同母妹のケイシナイ神からも、君と慕われており、新馬若集雑した1267および1268に、贈刀家が残る。源氏物語の美女と売り二つのおばこ殿に見取れる、ミコト両親脳。絵本、新曲より、明星大学所像。 軍記物語、太平記では、妻のおばこ殿との恋愛談が描かれる。この物語によれば、皇太子をめぐる争いに敗れた巫女とは、気落ちして、一種の二次元コンプレックスにかかり、源氏物語の一場面を描いた絵の中の美女に、就寝するようになった。しかし、絵の美女に、売り二つのおばこ殿に偶然で詳し、努力のかやって結ばれたという。厚生、 講和歌、舞、新曲などの派生作品が作られた。軍記物、太平記巻十八の物語によれば、金ヶ崎の戦いで、新田義明は自害を覚悟するが、主君の御事良親王には生きて落ち延びることを勧めた。しかし、御事良親王は爽やかに声を立てて笑うと、主女は帝都へ観光なさった時、私を、原始の将と、そなたを、 個々の真とさせたのだ。一体、国をなくして元首があろうか。こうなっては、光線からあだに報いようと思う。ところで、自害とは、どのようにするものだったかなと尋ねた。吉明は、あふれる涙を抑えて、このようにするものでございますと言うと、正式な作法により堂々と自害した。御事両親王は衣を解いて、雪のような白肌をあらわにすると、 義明の作法に習って自害し、先に倒れた。義明のむの頭の上に身を重ねて、命を共にしたと描かれる。ありがとうございます。